おはようございます、釣り子 TV です。激レアなルアーをね、手に入れましたよ。これね、ハイドアップの究極小池っていうことで、究極のね、小池がね、イベント限定とかでね、販売されているんですよね。先日ハイドアップカップがね、亀山ダムと北ボートで開催されて、その時ね、物販で売っていたので、一袋買ってきてみたんですけども、なんとね、贅沢にですね、吉田プロの、解説付きということで、まずはこちらをご覧ください。発信してる新製品以外にもたくさんあります。で、まあ、ここに並べてある究極小池もそうですけども、まあ、小池シリーズもそうですけど、ちょっとコロナでまだまだ僕らのとこ使ってる工場が引きずってまして、生産がやっぱりかなり遅れてて、うまいことまだ言っておりません。で、まあ、作りたいことは作りたいんですけど、なかなか作れない状況が続いてまして、まあ、例えば小池17ミリなんかは多分今年は再生産ないです、はい、多分来年以降になると思います。で、一応ですね、究極小池、僕これこんなんで大丈夫なんかなとかいうぐらいのたまに毛がついてる、もう本当恥ずかしいようなルアーなんですけども、これウープスについてる毛です。はい、正体は。で、いろんなメーカーさんがIG系の毛で使ってます、何社か。で、その毛がもう最近手に入らなくなり、生産中止になりまして、で、僕のところはその毛を結構持ってまして、在庫を。で、残り最後の毛を使って今これを作っております。で、半ポアですね、はい。で、これが昔相当釣れるっていうことを発見して、まあ、いろんな毛を試して、まあ、結果なんですけども、釣れたバスにはすごく効くっていうことで、釣れてないバスに対しては何でもいいと思うんですけど、ちょっとやんだバスに対してはすごくいいっていうことで、究極っていう名前を付けさせていただきました、はい。で、なかなか毛がそんなに量がストックがもうないんで、半歩はっていうことで数が限られてるんで、たまにしかこういうイベントとか限定した発売の仕方しかしないので、もしよろしければこういった機会にしか発売しないので買っていってください。はい、はい。説明のところにもありましたけども、これめちゃくちゃ釣れるそうなんですね。ちょっとね、どんな感じかまず出してみたいと思います。ハンドフォワードで作られていてっていうことで、うわー、はい、こんなケースに入っていて、これはすごいな、なんかどうもする こんな感じで持ったらいいですか。これが小池の究極バージョンってやつですか。究極バージョン、これも買ってない。あれ、サイトの達人じゃないですか。これ釣れたんですか。これはちっちゃいのは早い、ちゃんと買ったやつは多分釣れましたね。俺も最後に参加賞でもらったツインテールで1本来て、よっしゃ、でかいぞーと思ったら25センチぐらいで、俺もこのセットやってましたよ、もらってちゃんといただいたものはつかないってことですよね。ちょっとメガバスからもギルっぽいワームお願いしますよ。亀山なりなギルワーム、ギルワーム、いいワームは欲しいですね。今日はハイドアップカップだから、メガバシストのデッキにも珍しく青いパッケージが輝いております。これが究極のですね、小池でございます。この毛にこんな秘密があったんですね。で、まあ2個入りですから、通常の、まあ難しいとは思うんですけども、よくまあこれは釣れるよねっていうね、そういった見えバスサイトフィッシングで使うのはね、ちょっともったいないんじゃないかっていうことで、これ出しどころが本当ね、いつに設定するかなっていう感じですけども、この大会の時もね、
50匹50アップぐらいのがなんか、タイミングで10時ぐらいにね餌探してねうようよ泳いでるのを見つけてしばらくねその辺りでねうろついて、いた瞬間があったんですけども、まあ手を変え品を変えねいろいろなワーム投げたんですけども反応させることができずね、その時これね朝買ったのすっかり忘れてたんですけど、そういう時だよなこれ投げるのはって、まあタックルもあったんでそうかああいう時かなっていうね、なんか食わねえなって時に試してみたいなと思うんですけども、まあ激レアな小池なんでどうでしょうか、こう出しどころがね本当難しいよなっていうね、タイミングをね測って、まあなんだろう釣りの大会の時とかにここぞっていうタイミングでねあの投入してみようかなと思うんですけど、この毛がねウープスの毛がね、採用されているっていうことで、ほんといろいろ試されたんでしょうね、もうこの毛なんでしょうね、あのウープスも異様なね反応する時ありますので、ちょっとこんな感じでどうでしょう見やすいでしょうか、小指に乗せてみましたけども、そのいろいろなところでねハイドアップのこうイベントありますので、そんなところでねあのハイドアップカーが来ていた時にはこういうののね、物販あるんじゃないかなってね、結構粒揃いのね釣れるルアーが多い印象のハイドアップですから、その中でももう数量限定結構ね限定の限定で販売されているこの究極小池は、ちょっとね気になる方はですねぜひイベント会場に足を運んで、ゲットしてみてはいかがでしょうか。霞水池のおかっぱり大会なんていうねワードも、大会の後半では出ていたので、関東では直近ではそういうタイミングが狙い目になるんじゃないかなってね、霞水池とかでもねなんか見えバスたまにいますもんね、岸際あれバスだよなバスだよな、でそんな時とかに、一撃必殺で入れたらね活躍する、あちょっと飛んでったね、そんな感じじゃないかなっていうふうに思いますんで、気になる方はですねこれぜひね手に取ってみてくださいね、ほんとなんともねなんとも言えない感じですね面白いルアーね、まあでも2個入りなんでちょっとここぞっていうねこれ絶対に取りたいこれ取ったら勝てるっていうねそういうタイミングで、釣り子 TV は投入したいと思います。そんな時に限ってねあれどこにしまったっけって大切にしまいすぎてね、どこに持っているかわからなくなるパターンが発動するんじゃないかななんていう風に思うんですけども、非常にね、面白い製品が多いハイドアップの中でも群を抜いてねちょっと面白い感じなんじゃないかなと思いますので、はい、気になる方はぜひハイドアップの大会とかでチェックしてみてください。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ハイドアップのねイベント限定で買えるね究極小池、これをね一つ買ってみたので開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ小池。